だいぶ髪が伸びましたね。今日はお母さんに髪を切ってもらいます。うちのマミーのビューティーショップ。さあ着きました。今日みんな髪を切ります。まあ今はねこんな感じやから、お客さんも今全然いない状態で、カットをします。そして今日はマダーズデー。マミーハッピーマダーズデー。使えるかどうかわからんけど使ってください。 And you ハッピーマダーズデー。おお、お母さんだったっけ。いつもみんなのために頑張ってくれてありがとうございます。これからもお願いします。そして最後の一個はこれはおばあちゃんに渡したいと思います。ここがですねうちのお母さんのお店でございます。こんな感じで、すんごい久々に来た貸切りでヘアカットです。どれぐらいぶりだろうね俺がここに来るの。ちっちゃい時からいつもここでしてた。でもここに来たのは本当にね20年ぶりとかかな。あ、そんなことねえか。それはない、それはない。15年ぶりぐらい、15年ぶりぐらいに来ました。さあ、じゃあ今日はね3人みんな髪を切ってもらいます。ゆっちゃん、2日前に10歳のお誕生日を迎えました。改めてハッピーバースデー。じゃあ目標お願いします。言わんのかい。さあイケメン銀はい、じゃあ準備します。はい。もう怖、後ろひっくり返らないでねって言って。で僕は小さい時からもう髪を切ってもらうのはいつも自分のお母さんだったので、ほとんどね他のね人にね髪を切ってもらったことがないんですよ。で日本を離れてからはもうずっと違う人に髪切ってもらってるんやけど、だから今回ねお母さんに髪を切ってもらうのねすごい久々です。小学校の時に学校終わって、でここね2階があるんですけど、そこにマネキンがあるんですよね、首のマネキンが。で下はみんなもうお仕事してるからバタバタしてるから上で宿題しなさいって言われて、で上に行くんですよね。でも集中できないんですよ、あの部屋って。マネキンのね首がねいっぱい並んでて、こっち見てるからもうね怖くてね宿題全然できなかったっていう記憶がここにはあります。たまに宿題してた、ここで。俺が上じゃない、ここでしてた。あそこでしてた。うん、マネキン見たことない。ある、下にあった。あ、下にあった。今2階にはマネキンがないので、2階はないよ。あ、そうなんだ、うん、僕の思い出の2階にちょっと覗きに行ってみたいと思います。だいぶ変わっちゃってるけどね。あ、この上ではネイルをやってたりとかします。ドラえもん描いてた。俺の方が上手じゃないか、ドラえもん。適当に描いてるだけだよ。こんなんやったっけ、ドラえもん。目につけた、ドラえもん。もうだいぶね、当時の原型全くないんですけど、はい、もうすごく思い出のある場所です、ここは。懐かしい。どれが一番お気に入りですか。これとか綺麗。
じゃあ、いいことと見せてください。やっぱこれ。どれ？これ。あれ？これも綺麗。ユリのお気に入りが2つあるそうです。1つがこれと、もう1つが？これ。これ。南国チック。これですね。並べよう。トップ2でした。チチチン。こんな感じ。あ、もしかしてこれはダイバー。僕が乗っているダイバーじゃないですか。いました。懐かしい。これ髪もじゃもじゃ、うん、パーマかけてる時の写真。かっこいい。似合ってる。前はそこの日だった。イケメンやないか。ギン、さっぱりしたね。さっぱりしたね。シャンパリはい、はい、お疲れ様でした。一番好きなスマブラのキャラクターは誰？カービィ。カービィ？カービィとガノン。どっちが強い？ガノン。あほら。さあ、続いてユリンさんです。髪切りますって言って、髪減らしましたね。髪を今日はどんな感じで量を減らしますか？こんな感じで。こんな感じで。朝も切る？いや、大丈夫。大丈夫、今回は。結びづらくなるかな。了解です。Well, you had me from the start. By the way you stare, the way you wrote upon me, yeah, yeah. Man, I felt your energy. Wasn't used to being loved and treated differently, yeah. But something went wrong.グアムがある。皆さん、 My island is there。 さあ、いつになったら帰れるかな。サーフィンしている人いる。パゴベイでアンダーソン、マリーン、観光客のみんなのホテルがあるのはここ、プレジャーアイランドムーン、ここです。平成元年の3月にここね、オープンしてるみたいです。すごいね。もう全然なんかその記憶にないというか、写真とかはね、オープンしたてのね、写真とかはね持ってるんやけどね。で、ここリニューアルしたのが平成8年ぐらいかなっていう話でした。すごい思い出いっぱいのお店です、ここは。さあ、ゆりんちゃん終わりました。ちょっと見して、こんな感じです。夏仕様。さあ、久々にお母さんからのカットです。よろしくお願いします。いつ以来だろうっていうぐらい、本当いつ以来だろう。ちょうどカメラの充電が切れたので、もうスマホで撮影中です。僕いつもねセットするときマット使ってるんですけど、動き出せるように。でもお母さんのおすすめということで、これをちょっと借りてみたいと思います。ジェルかな、ワックスっていうよりかはジェルワックスみたいな感じです。なんかモコモコのソープとかこういうの可愛いでしょ。ロレッタっていうやつですね。そうです、ロレッタさん。めっちゃ可愛い。可愛い。こんな感じになりました。さっぱり。やっぱり個人的にはね、ジェルよりも僕はワックスの方がセットしやすいかなと思います。夏はね、でもこんな感じで髪の毛も濡れた感じにするのもいいかなと思います。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ピース。いいでとか。いやいや、もう普通に車で行きましょう。おねおね、車で行こう。さあ、おばあちゃんにサプライズのギフト渡していきます。おばあちゃんにハッピーマザーズデー。
い。いつもありがとう、おばあちゃん。